ラフィー・ウッタ・ラジャートは、北、インド、ムガル帝国の、第10代君主。父は、第7代君主バハードル・シャー一世の三男、ラフィー・ウッシャーン。1699年12月1日、ラフィー・ウッタ・ラジャートは、バハードル・シャー一世の三男、ラフィー・ウッシャーンとその日、ラズイー・アトゥン・ニサー・ベイグムの息子として生まれた。1719年2月、サイード兄弟は、 ファルフシアルを排位し、新たな皇帝にラフィー・ウッタ・ラジャートを即位させた。だが、ラフィー・ウッタ・ラジャートの知性の間、アーグラ大主であるビール・バルがサイード兄弟に対抗するため、同年5月18日にアウラング・ゼーブの孫、ネクシアルを擁立する事態も発生した。そして、同年6月6日にサイード兄弟らはラフィー・ウッタ・ラジャートを排位し、同月8日に、 新たな皇帝にその兄ラフィー・ウッタウラを即位させた。同月13日、ラフィー・ウッタラジャートは、サイード兄弟によってアーグラで殺害された。ただし、結核で死亡したとする場合もある。a b c d e f デリー1 1ありがとうございます。